川平さん、だるまさん、ありがとう。やっぱなんか紺色とか着るとショールームでは顔がはっきりするんですかね。ソーセイさん、服ありがとう。こんばんは皆さん。なんかさ、今日さめっちゃ寒くてさ、夜めっちゃ寒くて、私末端冷え性なんですよ、何回も言うように。だからもうめちゃくちゃ私の手、指先末端冷え性です。違う、キンキンです。言葉間違えちゃった。そう、めちゃさ冷たい、キンキンに、とっても本当に冷たくて驚いちゃう、びっくりしちゃう。ね、今日さ私久しぶりにさ赤ちゃん抱いたんですよ。赤ちゃん久しぶりに、久しぶりっていうかさ、もうさ、もうさ、本気で1年ぶりとかかもしんない、1年ぶりぐらいかもしんない。あの知り合いの赤ちゃんも、私の赤ちゃんいるわけないじゃん。いつ結婚したんですっけ、相手誰よ。いないですよ。情報技術研さん、ハートありがとう。そう、知り合いの赤ちゃんを抱かせていただく機会がありまして、そう、産んでないよ。赤ちゃんおめでとう、やばい。何それ、違います。トマさんありがとう、招き猫。そう、めっちゃ可愛くてさ、なんか2人いて、一人は何ヶ月か分かんないんですけど、もう一人は8ヶ月って言ってて、そう、めちゃ可愛かった。さ、8ヶ月の方の赤ちゃんはめちゃくちゃ軽くて、でなんか音が鳴るおもちゃ、音が鳴るおもちゃを、おもちゃでなんかすごい遊んでたんですけど、そう、でもう一人はもうギャン泣き、超ギャン泣き、ギャン泣きでどんどんエスカレートしていっちゃって、泣き方がすごい大変だった、けどめっちゃ可愛かったですね。なんか赤ちゃんって癒されるね、やっぱり赤ちゃんっていいね。赤ちゃんっていいなって思った。なんかさ最近ね、私同い年ぐらいの子じゃないわ、もう同級生だ、まさかこじさんありがとう。同級生が最近ね赤ちゃん産んでる子多いんですよね。多いっていうかパラパラおって、すごいなって思う。ママしてるなって、なんか私が今ママしてって言われたら絶対できないですもん、もうめちゃくちゃ泣いてたよ今日。わさっぴさんありがとう。でもなんかやっぱママには勝てないって思うね。でママが抱っこした瞬間泣き止むもん、赤ちゃんってやっぱママがわかるんですよ、ママとママじゃない人の違いが。やす1983さんありがとう。そう、できれば変わる。なるほどね。赤ちゃん産んだら赤ちゃんが泣かないようになるってこと。やっぱなんかそう、ママ
ママには勝てないなって思いました。とても痛感しました。なんかさ、私めっちゃ思うんですよ、赤ちゃんを抱っこする機会があるたびに思うことがある。これは宮本浩一さんありがとうお腹に乗せると泣き止む、いいね。なんかさ、ママ強いよね、わかる。なんかね、おばあちゃんとか、それこそおばあちゃんとか、こうある程度人生経験積んでる方、人生の先輩、なんて言ったら一番しっくりくるかわかんないですけど、おばあちゃんとか、そう、自分の親ぐらいの年齢の方とかが抱っこすると泣き止むなって、そう、人生経験積んでる方はめちゃくちゃ抱っこするとめちゃくちゃ泣き止むなっていうのがあって、なんかさ、なんか心に余裕のある人、心に余裕のある人、なんかそうね、なんかもう お母さんお母さんって感じの人、わかる。まあ、何が言いたいかちょっと分かんなくなってきちゃったけど、まあ、おばあちゃんだったり、私のっていうか、自分の親ぐらいの人、こんなもう20代とかじゃなくてさ、そう、ね、20代だったらさ、もうなんかあんまり経験ないじゃないですか。10代20代はさ、あんまママの経験ないじゃん。そう、なんかもう何人も子供産んだ経験があるとか、おばあちゃんとか孫の世話何回もしてるとか、そういう人生経験がある方が抱くと泣き止むのみたいな、めっちゃ思う。なんか人生経験大事ですね。なんかいいね、心に余裕のある大人になりたいね。どうもさ、くもちゃんありがとう、ゆうちゃんハートありがとう。サロンの手が冷たいから泣いちゃうのか。いやいや、私逆にめっちゃ熱くなっちゃった、赤ちゃんの体温高いやん。赤ちゃん体温高いからもう自分が熱くなっちゃう、こんばんは。パクチーさんハートありがとう。そう、なんかいいですね。おばあちゃんとかが抱くとなんで泣き止むんでしょうね。何も焦りがないっていうか、何だろうね、心に余裕があるんだろうね、とっても。なんかそういうのを全部赤ちゃん感じ取るんだと思う。感じ取っちゃうからわかるんでしょうね。そう、自分のママがすぐわかるのすごい、もうマジですごいと思う。抱く人が変わるたびにめっちゃ泣くんですよ。でももう一人の子はめちゃくちゃおとなしくて、ちょっとなんか揺らしたり、ちょっとなんか反応してあげたりするだけで全然、ずっとご機嫌みたいな。そう、ごっちゃんだるまさんありがとう。やす1983さんハートありがとう。あ、それこそ私いとこに、いとこが、そう、いとこに子供がいるんですけど、おるっちゃけど、その子も赤ちゃんで、何ヶ月だろう、何ヶ月かな、5月生まれって何ヶ月、8ヶ月ぐらいのいとこの子供がおるっちゃけど、私まだ会ったことないんですよね。そう、会いたいと。私がこの間家を不在にしてる間に、マミたちは会ってて、マミとか私のいとこちゃんたちはその子に会ってて、抱いてて、なんか写真見せてきて、サーノも抱きたいって思いましたサーノがいなかっただけでしょって感じだよね。シノハートありがとう。やす1983さん
招き猫ありがとう。そう、サーモンは抱けなかった。絶対もう、絶対もうさ、私その子に会う、その子がめちゃくちゃベビーの間には会えないよね。絶対1歳になっちゃうよね。あと4ヶ月だもんだって。もう私0歳の間に会いたいんですよね。なんか写真はめっちゃ見るんですけど、定期的にあの送ってくれるから見れるっちゃけど、なんか写真で成長見れるのめっちゃ嬉しいけど、やっぱりさ直接成長を見届けたいというか、うん、生で見たいね。ゆうちゃん、こうへいさんありがとう。そう、うん、そうそう、うん、赤ちゃんね、かわいいよね、本当に、なんかいいな。大変だろうけど3人は欲しい。あ、私3人欲しいです。うん、3人欲しい、うん、結婚願望、結婚願望なんて私ありますよ。結婚願望はもうずっとある。それはもう結婚願望なんてもうさずっとあるもんじゃない。そうでもないのかな。私はある。結婚願望ありますね。3人も欲しい。そう。あ、そう、自分が 3人兄弟やから3人欲しいね。もうそれはずっと言ってる。え、でも前の私は5人欲しいって言ってましたから。でも5人ぐらい欲しいよね。でもまあ3人は絶対欲しいかなっていう。女の子、男の子。え、両方欲しい。うん。なんかさ、うーん、男の子ばっかりでも楽しそうやけど、でもなんか男の子ばっかりやとなんか家族一人だけ女の子、一人だけ女の子になるやん。だったら一人ぐらいは欲しいよね、女の子やっぱり。うん、まあワイワイして楽しそうやけど。5人、え、5人いけるかな。いや3人は欲しい。うん、5人大変かな。やっぱ大変だよね。あとなんか何歳話すとかさ、なんかなんていうんやっけ、家族計画、そういうのもあるじゃん。なんか家庭科で習ったな。家庭科で習った、家族計画。この前いとこがペイペイのことプイプイって言ってたの。え、びっくりした。かわいい、プイプイやって、かわいいね。お菓子買ってあげたくなっちゃうね。男3人は兄弟喧嘩、スイカ投げる。ああ、兄弟喧嘩ね、確かに。3人欲しい。お兄ちゃんと何歳離れてるの。お兄ちゃんは5歳と4歳。家庭科で習うもん。え、家庭科で習わんやった。家庭科で習いました私。お兄ちゃん、うん、お兄ちゃん5歳ぐらいかな。うん、そうね。男の子3人はめちゃくちゃな毎日になりそうって。そう、男の子3人は大変そう、めっちゃ大変そう。でも私の友達は、友達っていうかクラスメイトだった、クラスメイトっていうか同級生の子は3人兄弟で5歳ずつ離れてるんですよ。なんかいろんな兄弟いるよね。2歳ずつとかもあるし、うん、3個離れてるところもあったな。なんか3個離れてるとか、なんか学校の制服がなんかお下がり、お姉ちゃんのお下がりとかなんか、うん、あったね。うん、
そう。こんばんは。ピンク亀尾さんありがとう。だるまさん、自分末っ子やけど会社の人に長男かと思ったって言われた。私もさ、よくさ一人っ子って言われますよ。末っ子ですって、一人っ子って聞かれる、たまにね聞かれるんですけど、なんか一人っ子かと思ったみたいな、兄弟の話すると。そう、一人っ子じゃない、お兄ちゃんがいる。うん、そう。フェブさんありがとう、ハート。家は2年ずつ離れてる。2年ずつ、家は2年ずつ離れてる。あ、自分の兄弟ってこと。ダルムさんもありがとうね。子供大好きです。フードコート知らない、2歳ぐらいの男の子が横に来て、俺のコーラごくごく飲まれました。かわいい。これでいいのか日本の食卓、それでいいのか日本の食卓、ん、違う違う、食卓、覚えてない、家庭科の授業、家庭科なんか家族計画習ったよね。ふうちゃんの結婚願望詳しくお願いします。詳しくなんてないよ。結婚願望でしょ。子供は3人ぐらい欲しい、3人ぐらい欲しいっていうか、普通にあれだよね、子供は欲しいよね将来。将来何歳になるかな、ママになるの。お母さん飛んできてむっちゃ怒られてました。夫婦別姓なのってどういうこと。夫婦別姓、あ、え、夫婦別姓、あ、そういうこと、そういうことね。名字ね、名字ね、名字は一緒じゃない。うん、若い時に子育てするのがいい。まあ確かに若い時の方がなんか、そうね、運動会とかあるしね、体力とかね。確かに、うん。結婚願望か。結婚願望について詳しく教えてて、他何がある？何がある？何がある？結婚したいかどうかってことでしょ？いずれ。将来はね、ありますよ。結婚願望。うん。ナンさん、ありがとう。フク。そう。ハート、ありがとう。うん、うちのおかんは男2人と女2人欲しかったけど、うん、俺と姉で終わりました。あー、22でね。でも11でもいいじゃん。うん、え、相手の条件か。相手の条件って何。あ、相手の条件、あー、旦那さんの条件ってこと。なるほどね。相手の条件、あ、でも相手の条件は、いっぱいあるかも。いっぱいあるかも。なんかさ、よくね、よくさ、親友ちゃんとかと遊ぶと話すんですよ。そう、そう、やっぱさ、親友ちゃんにもさ、彼氏がいたりとかさ、あるじゃないですか。そう、お相手がいたりとか、もしくは好きな人がいたりとか、いなかったり、逆に好きな人も彼氏もいなかったりとか、
するじゃん。なんかそういうのでさ話聞いたりするんですよ。こう相手がこうこうこういう人でみたいな。そう、そういうの聞くの楽しいよね。そう、いっぱいあるよ私。理想でしょ、理想ってことよね。あ、背は絶対高い方がいいよ。うん、あ、公務員ね、しっかり者ね。うん、え、そう、いや私の理想をよく、しゆちゃんに話すとそんな人いないって言われます。うん、そんな人いないって言われるんで皆さんそんな人いないよってよく言われます。いないらしい私の理想の人。ストラドレイツさんありがとう。ダルマさん、可愛いって毎日言ってくれる、ちょっとそれはいらんかも。うんうん、なんかあの甘々は嫌かも。うん、甘々は嫌ですね私。うん、そう、そんな人いないって言われるその理想が高いっては言われますね。やすさん服ありがとう。そうすいさんありがとう。だるまさん、そう、なんかさ親友ちゃんに言われるんですよ、空野の理想を教えてみたいな、理想教えてみたいな聞かれた時に、私がこうバーってベラベラ話すじゃないですか。そんな子いないよって言われて、なんかさもう言い出したらもう私そう私さ本当にしんゆちゃんに話すときに20個ぐらい言うんですよ10個かな、10個から20個の間で言うんですよ。そうだからその子いないって言われるよく、うん、いないらしい。そういないらしい。そうで、なんか強いて言えばどれみたいな、これとこれとこれの中かどれみたいな聞かれるやつは全部当てはまっていたい条件だったりするからめっちゃ大変。そんなねえ選べないよねってゆうちゃん、ゆうたろんろんまさんありがとう。サードに彼氏できたら やっぱり別れますと言うまでビンタさせてもらいますってめっちゃ面白いそう、甘々嫌ですね。あ、ご飯全部食べてくれる人、あ、いいね。ご飯美味しそうに食べる人はいいですね。うん。そう。あ、そうそう、適度に構って適度にそう放置して、あ、そう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 、大事じゃないそれ。それ結構大事よ。それ結構大事。それはもうAB 型にならなくてはな、あん？AB 型になくてはならない条件ですから、うん、そうだからもうずっと甘々は嫌だ。え、ずっと甘々嫌じゃない？逆にみんなどうよえ、ご飯に美味しく、ご飯をそう美味しそうに食べてくれる人めっちゃ良くない？自信ありそう確かにうん、洗濯槽掃除してくれる人、ああ、ピンク亀さんの条件こんばんは。あ、そう、アメとムチ大事じゃない？うんうん。サードの取説30分でできる、うっそ。お前友達に聞くと料理できる彼氏がいいと必ず答えます。あー、うん、なるほどね。うん、そう、アメとキャンディーがいいですってアメとムチ、うん、大事よ。うん、どんな状況でも一緒に笑って乗り越えてくれる人大事。うん、相手がサラノンなら甘やかしまくりそうって、甘やかしてくれんのでもなんか甘々はさ、なんか
なんかママはいいけど、いいけどさ、なんかさ、あの全部全部が全部なんか何でもいいよって言ってくれるの私嫌かもしんない。うん、なんか全部こっちに合わせてくれてるみたいな、なんか申し訳なさが出ちゃいそう、できちゃいそう、ん、自分の中に、そう、来そうだから、そう、なんかそう、私も優柔不断なので、私優柔不断なんで、そうだから決めらんないし、そうだから半分半分ぐらいがいいね、そういうのは。だからそう、何でもいいよって言ってくれる時と、あ、これがいいって言ってくれる時と、一緒に考えようっていう時があってほしいかな。うん、サーモンのボケにすぐ気づく人、あーいいですね。サノンとの距離は芸能人とファンくらいでちょうどいいどういうことそこら辺の導火線に火をつけることになる。あー、ナイフの使うの下手だからってこと。リンゴの皮剥いてくれる人かわいすぎ、ゆうちゃんの条件、それはかわいい。うん、あ、そう、今日はこれにして次これをしようとかするようにしてる。あー、大事大事。女性は付き合って半年経ったら&子供を産んだら性格が思いっきり変わります。なるほど。でもなんか親友のお姉ちゃんもなんかそうやって言ってた、親友ちゃんが言ってた、お姉ちゃん子供を産んでからめっちゃ変わったって、大人になったって、うん、でも女の子の相談はもう決まっていて同意が欲しいことが多いと聞きますがってこと。確かにね、確かにね、同意が欲しいっていうか背中を押してほしいんだろうね、うん、記念日を毎年祝ってくれる人、あー、記念日って、あ、そういうこと？二人の記念日ってことね。なるほどね。まあでもそういうのは大事にしたいんじゃない？ゆうちゃんハート、ありがとう。こういう配信だから話すけど、うん、何？二人きりだと割と無言になって楽しいって聞くと楽しいって返してきそう。え、どういうことどういうこと。二人きりだと割と無言になって、うん、二人きりだと無言なんで、無言気まずくない、どうだろう。ゆうちゃんハートありがとう。そう、なんか多分そうだよね、確かに毎回祝うのかな、そういうのって。2周年3周年とずっとお祝いしますね。わさっぺさん悪意あるわ、それきっとバイクでしょ沈黙の時間も気まずくならず過ごせるようになったら大した関係、あー、いい関係ってことね。福岡の友人は言いました、うん、宮崎や大分の女はいい、だが熊本の女はやめちゃけ。なんか強いってこと、そういうこと。まあ強いイメージはあるな。ストラドレイトさん、フックありがとう。まあ喋ってくれる人いいよね。さあちゃんに怒られたい、怒られたい、怒るあれがないね、理由、あー気強いよ、それは言える、あ、それ私がじゃないよ、熊本とかなんか
そうね、熊本の方気強いかも。お友達めっちゃ気強い。うんうん。私無口です、それは嘘です。さあの久しぶりってやっほー、しゅんせいさんありがとね。うん、そう、そうめちゃくちゃ気が強いイメージあるな、熊本のね、お友達いるんですけど、いるんですけど、そう、クラスにそう、いて、おって、その子ね、めっちゃ気強かった。うん。そう、あとなんか方言できつく聞こえちゃったりね、そういうのあるよね。そうの気強くないわ。気強そうに見えます？とかなんか本当はめちゃくちゃ優しい方だけど、方言によってきつく見えちゃったりとか、そういうのあるよね。翼欲しいさん、ありがとう。ぶっちゃんハートありがとね。でも、もう私も22だ。22、早くない？めっちゃ早いね。早すぎる、びっくりね。めっちゃ早いよね。私中学生かな、中学生ぐらいの時はね、22歳ぐらいで結婚したいって話してたんですよ、お友達とよく。うん、なんか将来について話すときに、結婚いつしたいみたいな、結婚いつしていつ子供が欲しいみたいな話定期的になんかするじゃないですか。するんですよ。そう、でももう22じゃないですか、もう22で、そう、何もないので、何もないのでっていうか、あの結婚 してないじゃないですか。そう、もう22だから、もうあの何もないってなんて言ったらいいの、22歳、もう22歳になっちゃったから22歳はないじゃないですかね。もうあと数ヶ月っていうか、もう半分以上あるけど、だから20何歳ぐらいが理想？何歳ぐらいがいいのかな。最初なんか22に結婚して23とか24に欲しかったんですよ。でも無理やから、あ、でもね、24で25、6とかもなんか話したことあるね。でも、もう今はもう30までにとかかな。そう、そうすいさんありがとう。そう、そうね。その前に大事なことがある。何、大事なことって何？焦って適当な人と一緒にならないようにね。確かに確かに、年齢だけにとらわれてね。確かに、サーノンなら結婚したい人いっぱいいますよ。サーノンなら結婚したい人いっぱいいますよ。どういうこと、どういうこと？あ、サーノンと結婚したい人ってこと？いるかな。一方的に話してさらちゃん相槌打つこと多かったけど、もし私が沈黙やったらさらちゃんに話してくれてたんかなって思ってるって。話すよ。うん、25歳と26歳で年号を産むと多産な
お母さんになると聞く。ナイスミドルさん、ハートありがとう。結構ね、なんかありますよね。第一なんちゃら、第二なんちゃらみたいな時期。ね、あるよね。おみくじとかどうだったの？おみくじ、それが私今年まだ引いてないんですよ。引けてないんですよ。そう、おみくじね、引けちゃらんくて。おみくじ引きたいな。そう、それこそさ、この間お兄ちゃんと、あのお兄ちゃんにおみくじ引きに行こうよって、近くにあったので、そう、近くにお出かけした先にあったので言ったんですけど、あの人が多くてね、行けませんでした。諦めた。そう、あ、そう、あ、え？3回モテ期が、え、人生3回しかモテ期来ないんですか？逆に3回の時に結婚し、待って、 3回目、え、待って、1回目2回目3回目、何歳か教えて。それおみくじとか占いは信じるタイプ。え、いいことだけ信じますよ。そりゃ。ストラドレイトさん、ありがとう。何回もテキ欲しいの？え、頻繁に欲しいよね。頻繁にね。ちょっと、じゃないと、チャンスが、3回ってチャンス少なくない？チャンスは欲しいですよね。モテ期の年齢は人それぞれです。私は私はサノン、モテ期に気づくかな。いや、わかる、それ、それわかる、それわかる。ぶっちゃんの言いたいことめっちゃわかる。私気づかなさそうやないね。わかる、わかるめっちゃわかるよそれ。私気づかんよね、多分。気づかんで逃しそう。サノン、もうモテ期3回来たんじゃないって。もう終わっちゃった？じゃあ、その独身？悲しいね。ねえ、気づかんうちに3回過ぎてそう。そうだよね。3回過ぎちゃうかな。どうだろう。いや、私結構気づかないんですよね。結構気づかんかもしんない。結果から、経験から言うと、経験から言うと結婚のチャンスってそんなに多くないよね結婚のチャンス、まあ、結婚のチャンスそんな多くないでしょ。お見合いしてみたい。お見合いは絶対嫌です、だってお見合いって知らない人とでしょ。それは嫌だな。お見合い、お見合いってあるんですか今時？よくなんかドラマとかでさ見るけどさ、お見合いってあるの？27、35 まだだね。あるのか。お見合い一回したことある？どうだった？どうやった？今の時代でお見合いで結婚する人いるのかね、気になる。あー、マッチングアプリね。マッチングアプリ流行ってますよね。
流行ってるっていうか今結構主流じゃないね。あ、そうそうそう、なんかさドラマに、あ、ドラマによくある感じやった、あのお父様とお母様がいらっしゃって、あのおうち、おうちじゃないな、どっかおうち、おうち、おうちだっけあれ、お見えって、おうちとかお店とかおしゃれななんかお店とかでやる感じ、話す感じ。お見合いしたことないけど数回どうって言われたことある、なんかどうって、そうね、どうどうって言われてなんて返すの。モテ期は女の子に食事に誘っても断られた記憶がない、めっちゃすごいじゃんそれ、モテてんじゃん。モテ期ってどうやってわかるんですかそれ。うん、あ、いい、お家柄のね、いい同士が確かにありそう、ありそう、似た者同士っていうかね。遠慮しておきます一応顔だけ見といたら一応顔は、顔とさ、なんか、え、お見合いってさ、なんかさ、お顔の写真がさ、私あるイメージなんですけど、あの本アルバムみたいな感じで、あれ性格とか書いてるんですか、何まで書いてるの、名前と顔だけ、名前と顔だけやったらさ分からんけど、あ、写真は見る、それ性格とか書いてないんですか、まあ、性格書いてても嘘はつけるよね、文字だから。一応あるんだ、写真というかスマホ。え、今時、めっちゃ今時やね、すごっ、写真そこになんかメモ書きある、これなんて読む、釣り書きなんて読む、釣り書き、釣り書、釣り書って何、初めて聞いた、お見合い全然したくない、そもそもお見合いする気がないんでしっかりと顔を見てませんって自分で探すタイプね、いいと思います。写真とエントリーシート、え、お見合いってさ、ないお見合いアプリがあるの、それはお見合いしたくないけどなんか仕組みは気になる、写真とエントリーシート、エントリーシートすごいね、なんか重大すごい、みんなの話聞くの楽しい、パターンがあるよね、自分で探すタイプも。俺お見合いよって、すごい、だって うまくいってるパターンもあるってことだよね、そういうことは。写真もエントリーシートもなかったけどって、すごい素晴らしい、いた、確かに既婚率気になる、気になるね。あ、職場で出会うパターンね、確かに。ばあちゃんの友達の家に、うん、改築に行ったらお孫さん紹介されたって、プチお見合いさせられました。あー、なるほど私は職場の人とか親戚からお見合いの話できてましたね。うーん、うん、で
そう、県民栄誉賞ね、すごいよね。ニュースで見た。すごいね、WBC にも出て本当にすごいよ。でもすごい、まあでも本当に出会いはいろいろですから、うん。一人が記録なんで独身を楽しんでます。うん。まあね、自分のタイミングですから、そういうの。自分が自分の人生ですから皆さん。自分が楽しければそれが一番ですよ。そう、うん。同じ推しメンのファン同士で結婚してるのすごいなって思ってる。でも幸せなことだよね。だって一緒にさ応援していけるじゃないですか。しかもさ全部話し合うじゃん、きっと。いいよね、楽しそう。コンサートに一緒に行ったりとかさ、イベントに一緒に行ったりとかさ、テレビで一緒に見届けたりとかさ、配信見届けたりとかさ、 SNS 一緒にいいねしたりとかさ、投稿を見てこれいいねとか話したりとかさ、めっちゃ良くない？本当に素敵、素敵だし、その何、あの推してる子、推しの子はもうめちゃくちゃ嬉しいと思う。趣味が一緒、強いよね、確かに。うん。ああ、どっちが教えの気持ちが強いか、ありそう。小島真子さんね、そうね、そうだそうだ、結婚されましたよね。確かに確かに、そうね、倍かかっちゃうけどめっちゃ楽しいと思う。うん、楽しいと思う。それこそさ、このルームだってそう、あのお二人ともエイトの推しの方で、そう見に来てくれる方だったりとか、兄弟で来てくれたりね、あるからめっちゃ嬉しいです。親子だったり、うん、超嬉しい。私は幸せ、うん。本当すごいよ。小島子さんは旦那さんが俳優さん、俳優さんだった気がする、うん、俳優さんかな、ちゃんと見てないですけど、うん、俳優さんって言ってた気がする、うん。今カイロで暖を取ってるんですよ、私は。カイロ、カイロ、あ、そうだ、待って、あの私こんな話してる途中であれですけど、今日紹介したいものがあって、紹介したいものがあって、そう、2個も足の下に挟んでるので、とってもあったかいです。あのファンの皆さんからいただいた、あのファンの皆さんのおかげで紹介したい人たち、あ、待って、紹介したい人って言った、待って、違う、紹介したいもの、紹介したい人なんていません
待って、紹介したい人って言った？待って待ってやめて、紹介したい人っていません、ごめんなさい、紹介したいものがありますね。え、ね、違う、みんなごめんって。あの違う、紹介したいものがあります。あのファンの皆さんがからん、ファンの皆さんのおかげでゲットできた、そう、ファンの皆さんからいただいたあのショールームイベントの景品が届きましたってことで、あの紹介したいと思います。これ多分ね、アマゾンかな、めちゃめちゃ大きい。一旦配信切るか悩んだ、やめてください。紹介したい人、宮崎県に突撃に行ってやめて。そう、なんかアマゾン、アマゾンのやつかな、なんかアマゾンでしたよ確か。家電イベント、あ、家電イベントのやつ、重たい、届きましたので、あの私が家を不在にしてる間に届いてました、届いてました、ナミが喜んでました。家電イベント、ちょっと待って、何もついてないか確認する。てってれーん、てってるーん、アイロンです。あ、待って、なんかコメント消えてるじゃん、なんで。日立、日立さんのアイロンが届きました、イエイ。なんかスチームアイロン、スチームアイロンって書いてあって、でスチームアイロン、あの何、スカートとかよくシワシワになるから、あのシャツとか、そうおしゃれ着のシャツとかさ、シワシワになっちゃうじゃないですか、だからあのスチームアイロンじゃないって言われて、でスチームアイロンの項目押したらアマゾンさん日立だったんですよ。日立すごいと思って、日立さんすごいと思って、これがいいってなって、これ買った、これ買ったじゃない、これ選んだ。これ選んだ、ありがとうございます皆さん。そう、コードレスって書いてある、すごいね、読み取ってくれた。日立コードレススチームアイロンシーブルーってすごくない？日立さんの髪の毛くるくるできない、焦げちゃうよ。そう、マングースさんありがとう。コードレスアイロンって何？コードレス、コードなしってこと？ちょっとどうやって使うの？コードなしすごくない？サーモン専用にするの、サーモン専用にしたいなって思ったんですけど、なんかちょうどお家のアイロンがなんか壊れてきてるらしくて、モミがとても喜んでましたので、一緒に使いたいと思います。あのサーモンのものをあの優先してアイロンしてもらおうと思います。そう、あ、充電式？あ、そういうこと？コードレスって充電するってこと？なるほど。もう私家庭科の授業以外であんまり使ったことないんですよね。そう、でも将来アイロンがまあ必要だろうなって思って選んだんですけど、ちょうどお家の
アイロンも壊れかけだったということで、とても助かりました。みんなありがとう。みんなありがとうね。この日立さんのアイロン、とってもマミーが喜んでおりましたので、大事に使わせていただきたいと思います。みんなありがとう。うんうんうん、みんなありがとう。そう、サーのアイロンかけれる、かけれますよ。こうやってね、かけれますよ。あのエプロン作った時に使いました。家庭科の授業でエプロンとか、エプロンとかさ、何やっけな、なんかいろいろ使った時にね。ピンクカムさん、ありがとね。いらなくなったアイロン越し、なんでなんで。そう、しかも日立さんってすごくない？これどういうアイロンなんだろうね。ちょっと開けてみる。どういうタイプなんだろう。なんかすごい、うん、おお、これ直せるかしら私。何これ、え、これお水じゃない？これお水入れるやつ？なんか冷たいんだけど、これめっちゃ冷たい。なんか手切りそう。なんか冷たくない？これなんか新品の匂いする。新品ですよね、そりゃ。スチームドライってなんかある。冷たい、冷たい。冷たい、これは冷たい、冷たい冷たい。アイロン、アイロン、こういうアイロン、なんかここに買えるやつがあったり。アイロン、こうやってかけるんですよ。真剣にこんな感じめっちゃ冷たい。ここみんなありがとう。あ、スクショする。待って、こういうのちょっと邪魔だよね。こういうところみんな切り取ってくれる？切り取ってくれたりする？しない？しないなら、これで取ろう。はい、うん、うん、ダメ。なんかどう取ったらいい？うん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 、あいよん。いい音。みんなありがとう。これ大切に使わせていただきます。うん、アイロン、アイロンがよく似合うね。初めて言われた、初めて言われた。ありがとう。
なんかマミがさ、マミにね、配信前に今日あの今日アイロン紹介するねって言ったら、早くしてって言ってた。使いたいんだろうね、うん、使ってみたいんだろうね。早くしてって言ったかな。これでマミも使えますね。閉まんないじゃん。それこそなんか数年前にアイロン台がこう壊れてて、あの買い直してるので、あります、あります、新しいやつが。新しくはないけど、まあ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 新しめ、数年目、数年目って言っても何年だろうね。のめに次何欲しいって聞いておいて、あ、家電ですか、確かに聞いとくわ。でも私炊飯器と迷ったって言ったら、炊飯器はいらないねって言われた。炊飯器は確かにお家だといらないよね。将来いるかもしんないけどね。そうそう、アイロンめっちゃいいの選んじゃった。私、みんなのおかげです。本当にありがとう、みんな。アイロンさん大切に使わせていただきます。上見家のアイロン、ファンの皆さんの、ファンの皆さんからいただいたこのアイロンで、上見家のアイロンこれからやっていきたいと思うんで、ありがとうございます。うん、あのトースターはバルミューダが欲しくて、そうやめました。すぐに使うものを選ぶのが一番。そうね、確かにそうだわ、確かにそうね。一人暮らしするって決めたら、そうですね、あの必要なやつを選ぶといいよね。うん、なんだろうな他。まあバルミューダ欲しいよね。あとは何が欲しいんだろう、マミは。私はバルミューダが欲しい。うん、まあ、これはめちゃくちゃ間違いなく使いますよ。しかも日立さんですしね。うん、あ、スチーマーとかなんか選べるやつにあったら嬉しかったな。配信1時間ぐらいやろうかな。もう経っちゃったかな。フードプロセッサーね、あの切るやついいね。あとミキサーも新しいやつ欲しい。ミキサー、うん、ミキサー、ミキサーってさめっちゃ便利じゃん。ミキサーの新しいやつとか、あ、何気私たこ焼き器欲しいわ。たこ焼き器、まあ、そんなたこ焼き作んないですけど、たこ焼き器あったら楽しいよね。あ、ドライヤーね、ドライヤーなんかさ、なんかさ、いいドライヤーね、あるよね。ミキサーで何作ってんの？ミキサーだってあったら便利じゃん。なんかミックスジュースとか何でも作れるやん。コーヒーメーカーね、コーヒーメーカーマミーが喜びますね。そう、日立さん有名だからね、めっちゃ使いやすそう。ミックミックスジュース、ミックスジュース、ミックスジュース、うんうんうん、こいつをギュグッと飲み干せば、なんちゃらなんちゃら。ドライヤー高いのと3万から5万くらいする。そう、わかる、するよね。コーヒーメーカーもすぐ届く、いいね。マスさんありがとう、レインボースター。え、ミックスジュースの音知りません？
なんかあるよね。あ、ダイソンのドライヤーね、いいね。羽なし？なんかホテルで使ったことあるんですよね。めっちゃ良かった。うん。ゆうちゃんハートありがとう。よし、じゃあランキングを読んでいきますか。よし。そう、しかもさ、なんかさ、ドライヤーって毎日使うじゃないですか。しかもなんか髪の毛のケアに大事だからね。いいよね。私それこそ昨日あの髪の毛を乾かす前に使うヘアミルク、ずっと楽しみにしよったヘアミルクが届きました。嬉しい。適当な歌かと思った。うん、あるあるある。でもちょっと歌詞違うかもしれない。いいドライヤー欲しい。いいドライヤー欲しいね。うん。風量あるやつがいいね。うん。でも、ほんとダイソンも、まあ、ホテルで一回使ったことある羽なしのやつ、なんか見た目がいいよね。いいなって思った。よし、ってことで、ランキング読んでいこうと思います。欲しいものいっぱいあるよね。なんか物見れば見るほど欲しくならんね。13位はストラドレイタさん、12位はゆうちゃん、11位は正岡浩二さん、10位はマサさん、9位はヤスさん、8位ははやぶさ、8位ははやぶさ、7位はソースイさん、6位はナートマークさちゃん大好き、5位は翼欲しいさん、4位はごっちゃん、3位はまえさっぴさん、2位はトムさん、1位はやす1983さんでした。皆さんありがとうございます。ってことで、今日も見てくださってありがとうございました。はい、そうね、スクショはさっきのあのアイロンでお願いします。皆さん、じゃあ皆さんまたあの元気にお会いしましょう。ってことで、皆さんドライヤーありがとうね。待って、ドライヤーじゃなかった、ドライヤーの話してたから、ドライヤーありがとうねとか言っちゃった。あ、もう仕切り直しましょう皆さん。ってことで、皆さんアイロンありがとう。皆さんアイロンありがとうね。ごめんね、みんなドライヤーなんて言っちゃって。アイロン大事に使わせていただきます。はい、ありがとう。みんなのおかげでマミがとっても喜んでます。じゃあみんな、こんな私もどうか2024年もよろしくお願いしますね。ってことで、おやすみなさい。せーの、空のじゃんけんじゃんけんブン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 、みんなありがとう。いい加減にしなさいって、みんなありがとうね。本当にさ、みんなのおかげで私毎日楽しいです。みんなありがとう。ゆっくり休んでね。おやすみー。